にちは。前回の私のね、美白ケアのルーティン動画たくさん見てくださってありがとうございます。なんかみんな人それぞれ美白ケアの方法だったりおすすめのアイテムとかって結構いろいろあると思うんですけど、今日は美白ケアアイテムで効果をしっかり感じられるものを紹介していこうと思います。ドラッグストアで気軽に買えるものだったりとか、普段使って実際に効果を感じられたアイテムを紹介していくので、気になる方はぜひ最後まで動画をご覧ください。まず一つ目のおすすめアイテムがこちらのワフールドメイド酒粕マスクパック。化粧水代わりとしてマスクパックをね、使うことが多いんですけど、なのでいろんなマスクパックを試すんですけど、その中でもついつい手が伸びるアイテムです。気軽にドラッグストアで買えるアイテムの中でこのマスクパックが、ね、一番好きっていうファンの多いアイテムっていうイメージがあります。酒粕っていうのが水に浸した米や米麹を発酵させてできたもろみから日本酒を絞った後に残る固形物のことみたいで、酒粕のエキスと美容液がたっぷり含まれていて、ちょっとね香りで酔いそうなくらい日本酒っぽいお酒の匂いがします。結構保湿力が高いので冷蔵庫で保存してお風呂上がりに使うことが多いです。マスクのねサイズが結構大きめなので顔全体を覆うことができて、使うともっちりして端が出てね、剥がした瞬間から肌がトーンアップする感じがあって結構お気に入りです。いろんないいパックがあるんですけど、総合的にこちらが私の中で一番なんて言うんだろう、ちょうどよくって、まず買いやすさ、あと貼った時にこうピタって密着して美容液がすごいたっぷりなんだけど液だりするほどではない感じとか、シートの厚みからくる貼りやすさとか、あとはさっき言ったようにシート剥がした瞬間から肌がトーンアップする感じ、総合的に一番よくってお気に入りのアイテムです。2つ目の商品が私の美白インナーケアを助けてくれるこちらのサファーデイスノーです。これ今2本目飲んでるところなんですけど、写真でのねビフォーアフターはこんな感じなんですけど、私がね効果を実感できた商品なので皆さんにもぜひご紹介したいと思います。こちらがねグルタチオンのサプリメントになるんですけど、私がねもう20代後半になって外からのケアじゃなくて内側からそのインナーケアに興味を持ち始めて、機械も長く使うと錆びていくと思うんですけど、人間の体もね年齢を重ねるにつれて活性酸素っていうのが発生していて、それが老化の正体になるみたいなんですけど、天然の抗酸化物質って言われているグルタチオンが老化の原因になる活性酸素っていうのを除去してくれるのと、作用が終わった後のビタミン C を元に戻してくれるっていう役割もあるので、本当に最高の抗酸化物質って呼ばれています。あとはクロイドメラニンの生成を抑制するっていう役割があるので美白にも優れた効果があります。美白ケアって言われたらね必ず思い浮かぶような韓国の方もグルタチオンのサプリメントを摂取しているみたいです。でこちらのサファーデイスノーが9点の美容サプリの部門のランキングで常に1位を取っているアイテムです。グルタチオンがこう外からだけじゃなくて内側に取り入れることでまた効果を発揮するっていうことなんですけど、私がこれを実際に1瓶分飲んだ結果本当に効果が実感できて、特になんて言うんだろう、透明感から来る白さみたいなのを実感していて、私のね携帯ケースってこうミラーになってるんですけど、なので朝起きた瞬間ね自分の肌の状態をチェックするっていう習慣があるんですけど、その時にね自分のこう肌の色が赤黒く感じる日とかがあって、そういうくすみが抜けて肌のこうトーンが上がった感じがしました。いろんなグルタチオンのサプリがある中でこちらのスノーを選んだ理由が、グルタチオンの含有量がきちんと正確に入っているっていうところ。グルタチオンのサプリを選ぶときに必ずチェックしてほしいポイントが純度と含有量なんですけど、サファーデイスノーは純度 50% の、ね、グルタチオンが 100mg 含まれてます。他の、ね、製品と比較しても純度と含有量に差があるんですけど、私が、ね、見た製品の中でサファーデイスノーが一番高かった製品でした。含有量が高い分、ね、他の製品より、ね、効果がきちんとあるはずなので、サプリを選ぶときに純度や含有量っていうのを、ね、チェックしてみてください。あと日本ではあんまり見かけないんですけど、韓国とかヨーロッパとかで有名な成分のローズマリーグレープフルーツエキスっていうのが含まれてます。この成分が2週間でシワとかハリとか黄斑の改善の、ね、効果を示す特許成分になってます。お肌に紫外線を受けると体の中でねコラーゲンとかヒアルロン酸をね分解する酵素っていうのが出てくるんですけど、ここに含まれてる成分が酵素を抑制してくれるので弾力とシワの改善に確かな効果があるみたいです。成分効果については実際の臨床実験結果があって、摂取の2週間後からね徐々に目元のシワとかが減少してお肌の張りが増加して発
8週間後には明らかに改善された様子が見られる結果が出ています。製品レビューにもね、飲み始めて2週間後から効果が出たっていうレビューが多かったです。私も2週間後くらいから効果を感じて、私がね結構すっぴんだとこう赤みが出る感じの肌なんですけど、なんかノーメイクの時もね赤みとかあんま気にならなくなってきて、睡眠不足がね続いたりするともうお肌のあれっていうのをね感じにくくなりました。でね、体の中に入れるものなので安全性が気になる方っていうのもきっといると思うんですけど、こちらの商品がね KFDA っていう韓国の厚生労働省からの承認があって、9点の商品詳細を見てもとにかくこういい成分にこだわってて、あとはね環境にも配慮しててすごく丁寧に作られている商品だと思います。いろんなサプリがねそうなんですけど、やっぱり継続が大切なので、こちらがね1日2粒なので気軽にね美白ケア、インナーケアしたい人には本当におすすめのアイテムです。そして最後に紹介するのがこちらの無添加石鹸白雪の歌。私はメイク落としの時にリップだったりアイメイクとかは専用のリムーバーで落とすんですけど、肌はこの石鹸を手ぬぐいで泡立ててこうクレンジング代わりにしてます。それが手ぬぐい洗顔っていう方法なんですけど、本当にシンプルで手ぬぐいで石鹸を泡立てて肌をねこう優しくくるくるしていく方法なんですけど、自然に優しくピーリングできるので肌がねツルツルになります。この石鹸がね法律上の理由で台所用石鹸っていう感じでカテゴリーで売られてるんですけど、成分としてはね普通に顔とか体とかにも使用できるものになってます。これ2個入りなんですけど、こんな結構大きくてドラッグストアで300円から400円ぐらいだったかな。本当にシンプルな設計なんですけど、いつもこれを使ってます。手ぬぐい洗顔した後の使用感はねしっとりっていうよりさっぱりした感じで、いろんなねスキンケアを試す時にこう効果を実感したいので、お肌の状態はなるべくシンプルにしておきたくて、この洗顔メイク落としの方法で顔を洗ってます。今日は私の美白ケアアイテムを紹介させていただきました。美白ケアのためにね効果があるスキンケアを使うのと、あとグルタチオのそのサプリメントのねインナーケアもすごく大切だなと思いました。今日紹介したアイテム気になる方は概要欄の方にリンクを貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。今日も最後までビデオをご覧いただきありがとうございます。